こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはロッキージョンヌ、シルバープリテンダー。この馬も好スタートを切りました。パーフェクトワーク、前に行きそうです。ビワハイジ、それに続いています。さらにはロッキージョンヌ、9番ビューティーダッシュ、その後ろ。それでは先頭から、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。それでは先頭から、先手を取ったのはロッキージョンヌ、すぐ後ろにシルバープリテンダー、パーフェクトワーク、そのうちに続いています。その外にサンフォードダイヤ、緑の帽子、ビューティーダッシュ、その後ろ。すぐ後ろにブラウンジュエル、並んで7番フリートシャルマン、内からはヘブンリーシュバリエ、その外からロンドンユニーク、その外にマスターサマンサ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでビワハイジ先頭に変わりました。ロッキージョンヌほとんど差がありません。パーフェクトワーク3番手。さあビワハイジこのまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ビワハイジ先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はサンフォードダイアナ、あと 200m。 ビワハイジ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はロンドンユニーク、ビワハイジ1着。ビワハイジ完勝。ビワハイジ1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ビワハイジまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シーキングザパール好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくシーキングザパール行きました。続いて前へ行くのはクリスザベンチャー、さらにはディスコエンパイア、16番ナックルトワイニング、その後ろ。それでは先頭から、なんとなんと先頭はシーキングザパール。これには場内もどよめいています。その外からディスコエンパイア、内からはクリス・ザ・ベンチャー、その外からエバディーラ、内からはサイレント・システィーナ、その外からナックル・トワイニング、並んで15番オールウェイズ・ロイヤル、アイシー・ウエスト、そのうちに続いています。内からはエプソム・シップ、並んで6番ジャンボ・アンジェラ。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。この辺りで先頭が変わりました。ソリッドガイドブック、ここで先頭が入れ替わりました。ディスコエンパイア、ソリッドガイドブック2番手に控えました。クリス・ザ・ベンチャー3番手。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってシーキング・ザ・パール、シーキング・ザ・パール、先頭ここから引き離しにかかります。2番手はオールウェイズ・ロイヤル、残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はオールウェイズ・ロイヤル、シーキング・ザ・パール、独走、シーキング・ザ・パール、ぶっちぎりです。シーキング・ザ・パール、1着、2着はクリス・ザ・ベンチャー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。シーキング・ザ・パール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
京都競馬場三歳牝馬による最後の大レース。夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のアドマイアメガトン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。オレンジキャッスル好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオレンジキャッスル花に立ちます。その後ろからはエアグルーヴ、この馬も上がっていく構えです。さらにはパレスイージー、3番名称八重垣、その後ろマックスロゼ、どうやら後ろからになりそうです。1番人気のエアグルーヴ現在先端に取り付いています。では前の方から先手を取ったのはオレンジキャッスル、5番エアグルーヴ2番手を追走、キャニオナシュはすぐ後ろ、その外にアグネスシャイ、その隣にパレスイージー、その外にセンターライジング、黒の帽子名称八重垣、その後ろすぐ後ろにスピードファクト、これに続いてセレクトダイヤ、青の帽子エアグラス、その後ろ 1000m を通過、少々ハイペースというところですが先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はキャニオナシュがまだ粘っています。2番手はセンターライジング、アグネスシャイ、3番手エアグルーヴ、 B1 です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はキャニオンシュア、センターライジング、その後ろエアグルーヴ、後位を追走、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはエアグルーヴ、残り 200m、 先頭はエアグルーヴ、エアグルーヴ先頭、2番手はオレンジキャッスル、エアグルーヴ1着、エアグルーヴ完勝、エアグルーヴ1着、2着はオレンジキャッスル、エアグルーヴ、ついに牝馬3冠達成です。競馬史に残る名牝の誕生です。